東郷神社は東京都渋谷区神宮前一丁目に鎮座する神社、東郷平八郎元帥を祀る。東郷平八郎が昭和9年5月30日に亡くなると全国から海軍省に東郷を検証する神社の総建の要望と献金が相次いだ。当時の海軍大臣、大隅峰夫が財団法人東郷元帥記念会を設立し、寄せられた献金によって、 神社の創建が計画された。昭和12年9月に自鎮祭、昭和15年5月27日にご鎮座祭が行われ、同時に腐者に列格した。昭和20年には別格官兵舎への昇格がほぼ決まりかけていたが、東京大空襲によって社殿が消失し、昇格は断念された。戦後になって復興の機運が高まり、 昭和33年に法参会が結成され、昭和39年に社殿が完成した。平成元年2月3日には、統合神社爆破事件が起きている。境内には、付属の教育機関として、統合幼稚園がある。隣接する位置に、統合記念館があるが、これは、神社ではなく全くの別法人である、株式会社東日が経営している。 東郷神社の直営バンケットとしてはやはり近隣だが若干離れた位置にルアール東郷がある。周辺には渋谷区立中央図書館、原宿警察署や原宿外苑中学校、竹下通りなどがある。米海軍のチェスター W に3つ元帥は東郷を非常に敬愛しており、第二次世界大戦後には東郷の機関だった三笠保存に尽力。また、実著の売り上げを 東郷神社に寄付した。東郷神社の社務所には、二三つの同神社の再建を祝福する手紙や、最も偉大な海軍軍人である、東郷平八郎元帥の御礼に敬意を捧げるとの、直筆メッセージ入りの写真が展示されている。国際連合の事務総長であったブトロス・ブトロスがあり・ガあリは、来日した際、東郷神社に、必ず参拝していた。ありがとうございます。